皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県本巣郡北方町清水コーヒーラウンジベルにお邪魔します。モーニングは午前6時59分から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。目的地は右側にあります。これからお邪魔するコーヒーラウンジベルは矢印の先です。モーニングサービスは午前6時59分から午前11時30分まで、閉店12時と書いてあります。12時が閉店なのでランチがなくてモーニング営業だけみたいですよね。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングは一種類だけみたいです。私はホットコーヒーをお願いしました。テーブルにメニュー表が置いてありませんでしたが、ホットコーヒー、アイスコーヒーどちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。皆さん今何もかも値上がりしてインフレ状態です。また価格高騰はいつまで続くのかわからない状態です。皆さん本当に大変ですよね。そんなインフレの中、ドリンク代のみの450円でこのボリュームです。すごいですよね。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にホットコーヒーから見ていきます。ネットを見ていたら2024年6月30日に配信されたコーヒー主要生産国から見る世界のコーヒー事情といった記事が出ていましたので紹介します。コーヒーの主要生産国ブラジルは世界最大のコーヒー生産国であり、総生産量の約3分の1を占めています。アラビカ種とロブスター種の両方を生産しており、特にアラビカ種の品質が高く評価されています。ブラジルのコーヒー産業はサステナビリティと品質向上を目指して技術革新を続けています。コーヒーの主要生産国のベトナムはロブスター種の生産で世界トップクラスの国です。ベトナム戦争後、政府の支援によってコーヒー産業が急成長し、現在では世界第2位のコーヒー生産国となっています。ベトナムのコーヒーは強い苦味と高いカフェイン含有量が特徴で、現地ではコンデンスミルクを加えたベトナムコーヒーが人気です。コーヒーの主要生産国コロンビアは高品質なアラビカ種の生産で知られており、マイルドでバランスの取れた風味が特徴です。アンデス山脈の標高が高い地域で栽培されるため気候条件が理想的です。コロンビアのコーヒー農家は小規模経営が多く、手摘みで収穫されることが一般的です。ナリーニョやウイラなどの地域が特に有名です。コーヒーの主要生産国エチオピアはコーヒーの起源とされる国であり、豊かな風味とアロマを持つコーヒーが生産されます。ハラ、ムシダモ、イエルガチェフェなどの地域は特に有名で、それぞれ独自の風味プロファイルを持っています。エチオピアのコーヒーは通常ナチュラルプロセスで精製され、フルーティーで複雑な味わいが特徴です。コーヒーはその長い歴史と豊かな文化を通じて
世界中で愛される飲み物となっています。スペシャルティコーヒーの台頭やサステナビリティへの関心の高まり、技術革新による現代のコーヒー市場は絶えず進化しています。今後もコーヒーは世界中の人々に愛され続け、文化や生活に深く根付いていくことでしょう。って、こんな記事が出ていましたので紹介しました。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その1つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。次はトーストです。このトーストの上にはチーズとハムを乗せて焼いてあります。チーズの風味とまろやかな味でワンランクアップしますよね。とても嬉しいです。昔は受験やテスト対策に年号語呂合わせで暗記をしました。1543年囲碁予算家鉄砲伝来、1543年にポルトガル船が種子島に漂着して火縄銃が入ってきましたが、パンも火縄銃と一緒に入ってきました。織田信長といえば異国の文化を取り入れて貿易に力を入れていたことでも有名ですよね。戦国時代を駆け抜けた織田信長は実はパンが好きだったみたいです。新しいもの好きな信長は日本で最初にパンを食べた人でもあったそうです。またパンと一緒に入ってきた火縄銃を誰よりも先に目をつけたのも信長でした。信長の好きな食べ物として有名なものは金平糖、干し柿、焼き味噌です。信長が甘党だったと語り継がれるほど、特に干し柿は大好物だったそうです。信長が愛したパンはポルトガル人が信長に送ったビスコートです。今でいうビスケットに近い食べ物だったそうです。またパンを食べるときは南蛮の服を着ていたという記録もあるそうです。信長は火縄銃を誰よりも先に目をつけて、南蛮の服を着てパンを食べるなんて信長は時代の先端を走ってる感がありますよね。次はサラダです。このサラダにはマカロニ、キュウリ、キャベツ、レタスなどいろんな野菜などがいっぱい入っていて、美味しいドレッシングが使われています。新鮮な野菜には体の調子を整えてくれたり、肌をきれいにしてくれるビタミンやミネラルが豊富に含まれています。食物酵素と呼ばれるものが生の野菜には多く含まれており、これを摂取することで消化酵素が増えて食物の消化や代謝を手助けすると言われています。野菜はビタミンやミネラル、
食物繊維を多く含んでいます。多くの研究で野菜を多く食べる人は脳卒中や心臓病、ある種のがんにかかる確率が低いという結果が出ています。特に生活習慣病の予防改善を意識して旬の新鮮な野菜をバランスよく摂ることが大切みたいです。画面を少し動かします。次はフルーツです。このフルーツの中には柿、リンゴ、赤いのがトマトだと思ったら酸味がありますので、ケーキやデザートの上に乗っている赤くて小さなフルーツ、赤すぐりだと思います。次はフルーツの右上のうどんです。うどんの中にはカニかまぼこ、オクラ、ネギ、揚げなどが入っています。滑らかさともちもち感の弾力のある麺とつゆが何とも言えない美味しいうどんです。うどんの起源は中国です。中国からシルクロードを渡って西へ伝わり、イタリアではパスタになりました。また日本ではうどん、そばとして広がっていったそうです。うどんといえば香川のさぬきうどんが有名ですが、日本三大うどんと呼ばれるうどんがあるみたいです。諸説ありますが、香川のさぬきうどん、秋田の稲庭うどん、群馬の水沢うどんの3つが日本の三大うどんと言われています。うどんとそば、どちらの方がお腹に優しいかというと、一般的にはうどんだと言われています。うどんは食物繊維が少なく胃の中にとどまる時間が短いことから胃腸に優しいと言われているのです。一方そばはうどんに比べて食物繊維がやや多く、食感も比較的硬いため、急いでつるりと食べてしまうと胃の中に長くとどまり、お腹に負担をかけてしまうことがあります。古くからそばは噛まないで食べることが一種の作法として伝わっていますが、消化のしやすさを考えると、実はそばはうどんよりもしっかり噛んで食べることが重要みたいです。次は冷ややっこです。緑の葉っぱは大葉です。冷ややっこの上にはかつお節と大葉が乗せてあります。大葉で驚くのは何といってもその香りですよね。また後から感じる甘み、抜けるような辛みなど和のハーブとしての風味は大葉は抜群ですよね。私たちの食卓には欠かせない食材の一つである豆腐は、仏教の伝来とともに日本にやってきたと言われています。精進料理が普及すると貴重なタンパク源として重宝され、後に全国へと浸透していったそうです。豆腐の材料は大豆、凝固剤、水の3つだけです。そしてその 85% は水なんだそうです。だから水がいかに豆腐の味わいを左右します。京都は良質な地下水に恵まれ、昔から豆腐作りに適した場所とされてきました。現在でも京都の名物といえば豆腐というほど京都の文化として根付いています。次は茶碗蒸しです。茶碗蒸しの中には椎茸、コーンなどが入っていて、お出汁は優しい味で、内側はふるっと柔らかく、プルップルの優しい味のとっても美味しい茶碗蒸しです。茶碗蒸しを美味しく作るには、卵と出汁の割合が重要で、その卵液と出汁汁の黄金比率っていうものがあるみたいですね。黄金比率は1対3です。卵に対して3倍の出汁で作るとうまく作れるみたいです。茶碗蒸しを滑らかにしたいなら、卵と出汁の割合は1対4にするのがおすすめみたいです。茶碗蒸しの具材は地方や地域によって具材に変化があるみたいです。北海道、青森、秋田では茶碗蒸しに甘い栗の甘露煮を入れるのが定番みたいです。また京都ではすりつぶした豆腐を混ぜて作る南禅寺蒸し、また京都の定番具材ではないですが、豆腐をすりつぶさず形を残したものを茶碗蒸しに入れ、上にくずあんをかけた料理は空屋蒸しと言います。また大阪では茶碗蒸しにうどんを入れたものを小田巻蒸しと言い、和歌山県は梅の生産量日本一の県なので、茶碗蒸しを提供しているお店では梅入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。鳥取県の米子市では茶碗蒸しに春雨を入れるのが一般的みたいです。また
米子市だけでなく山陰地方でも食べられることがあるみたいです。広島県は牡蠣が名産なので、茶碗蒸しを提供しているお店では牡蠣入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。福岡では餅を入れる茶碗蒸しを蒸し雑煮と言い、お正月になると食卓に並ぶ料理だそうです。うどんを茶碗蒸しに入れる地域は他にもありましたが、香川県はうどん県とも称されていることから、家庭でもお店でもポピュラーのようです。長崎では長崎風茶碗蒸しといって江戸時代から続く老舗で、丼で茶碗蒸しが出されるそうです。海鮮が有名な地域では茶碗蒸しに魚介類を入れたり、ブランド牛を育てている地域では牛肉を入れたり、その地域の名物や名産品を入れることが多いみたいです。ドリンク代のみの450円でチーズとハムが乗ってるトースト、いろんな野菜が器の中にいっぱい入ってるサラダ、そしてフルーツが3品、カニカマ、オグラなどいろんな具材が入っているうどん、冷ややっこ、そして茶碗蒸しの6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べる時に詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。このトーストの上にはチーズとハムを乗せて焼いてあります。チーズの風味とまろやかな味でワンランクアップしますよね。とても嬉しいです。茶碗蒸しの中には椎茸、コーンなどが入っていて、お出汁は優しい味で、内側はふるっと柔らかくプルップルの優しい味のとっても美味しい茶碗蒸しです。ラーメン店の数が多い都道府県ほど脳卒中の死亡率が高い、そんな驚きの研究を自治医科大学医学部内科学講座神経内科部門の松園康介講師らが2019年英国の栄養学専門誌ニュートリションジャーナルに発表したニュースが2024年7月11日のネットニュースに流れました。詳しくはネットニュースを見てくださいね。ラーメン屋さんがあればついつい足を運びたくなりますよね。しかし塩分が多いこと、カロリーが高いことなどから健康にあまり良くないイメージを持たれる方も多いかもしれません。特に塩分の過剰摂取は脳卒中の危険因子であることがよく知られています。うどんの中にはカニかまぼこ、オクラ、ネギ、揚げなどが入っています。滑らかさともちもち感の弾力のある麺とつゆが何とも言えない美味しいうどんです。このサラダにはマカロニ、きゅうり、キャベツ、レタスなどいろんな野菜などがいっぱい入っていて、美味しいドレッシングが使われています。生活習慣病の予防改善を意識して、旬の新鮮な野菜をバランスよく摂ることが大切みたいです。緑の葉っぱは大葉です。冷ややっこの上には鰹節と大葉が乗せてあります。大葉で驚くのは何といってもその香りですよね。また後から感じる甘み、抜けるような辛みなど和のハーブとしての風味は大葉は抜群ですよね。このフルーツの中には柿、リンゴ、赤いのがトマトだと思ったら酸味がありますので、ケーキやデザートの上に乗っている赤くて小さなフルーツ、赤すぐりだと思います。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの450円でチーズとハムが乗ってるトースト、いろんな野菜が器の中にいっぱい入ってるサラダ、そしてフルーツが3品、カニカマ、オグラなどいろんな具材が入っているうどん、冷ややっこ、そして茶碗蒸しの6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。